マドレーヌ寺院年末のミサマドレーヌ教会、通称マドレーヌ寺院は、フランスの首都パリパックにある聖女マドレーヌを守護聖人とするカトリック教会。ブルボン朝末期、ルイ15世により、聖女をマドレーヌに捧げる教会として1764年に建設が始まるが中断。1777年に再び工事が始まるが、フランス革命の勃発により基礎工事半ばの状態で中断していた。1805年、ナポレオン一世がフランス軍の名誉を称える栄光の神殿とすることを決定し、建築家ピエール・ビーニョンが古代神殿風のデザインで設計した。1806年に工事を再開。ナポレオンの失脚後、ルイ18世によってカトリック教会に用途が戻され、1842年に完成した。その外観は以下に述べるようにキリスト教の教会としてはかなり異例である。外観はコリント式の高さ30メートルの柱が52本並べるなど古代ギリシア、古代ローマの神殿を模したネオクラシック様式である。内部はコリント式の大円柱が連続するペンデンティブドームの天井を支えている。正面のペディメントはアンリルメール作の最後の審判の彫刻に飾られ、銅の扉にはトリケッティによる十回をテーマにしたレリーフが施されている。内部に入ると右側にプラディエ作の聖母マリアの婚礼像が、左側にはリュード作のキリストの洗礼像が安置され、主祭壇はマロチェッティラによる聖マグダラのマリアの歓喜像で飾られている。このように多くの美術作品で飾られているマドレーヌ寺院だが、建物内にはサルロワイヤルと呼ばれる部屋があり、現在は遺恨展をはじめとする美術展など限られたイベントが実施されている。ランチのみのレストランホアンエデルエマドレーヌもあり、横から入ることができる。アリスティッド・カバイエ・コールコルによって建造されたパイプオルガンは1849年に設置され、現在のものは1923年に修復を受けたものである。歴代のオルガン奏者は著名な演奏家、作曲家で占められ、その一人であるガブリエル・フォーレがレクイエムの初演を行ったことでも知られる。ありがとうございます。